今、県と牧之原市の職員が大きな袋を持って幼稚園の中に入っていきます。午後1時、県と牧之原市の職員10人が川崎幼稚園に特別指導監査に入りました。送迎バスの運行について安全管理体制を調べるためで、去年福岡県で5歳の男の子が死亡した事件を受けて国が出した通達を反映し、対応が強化されていたかが焦点です。これまでに幼稚園は車内に残された人がいないか点検を怠ったほか、出欠席の確認にも不備があったことを認めていました。川本千奈ちゃん3歳がバスに置き去りにされ死亡してから5日、今日も駐車場には花や飲み物を備えに来る人の姿が見られました。千奈ちゃんが本当に苦しかったところを発見してあげたら、また警察は今日もバスの検証を続けていて、車内の温度がどのように変化したか再現実験についても検討しています。